はい、今日はですね、先日、7月31日に行われた RIZIN37 ですね、埼玉スーパーアリーナで行われた大会の、話をしていきたいと思います。この大会、まあ私の率直な感想としては結構見どころが多くてすごい満足感が高かったですね。もしかするとですね、ちょっと総合の見始めたばかりの人にとってはちょっとすっきりしない試合が多かったかもしれないんですけど、まあ、ある程度見てる人からするとですね、結構見応えがあって、まあいろんな見方ができる面白い試合が多かったですね。でちょっとですね、まあ一番はですね、今回の、まあ、MVP というか、一番面白かったのがやっぱりメインの伊沢対ラーラ・フォントーラですね。こちらはですね、まあやっぱり伊沢聖火の潜在能力というか、それが結構すごいなっていうのを思いましたね。で最初ピンチがあってそこを逆転というかすぐチャンスに変えちゃうっていうところがまあすごいところなんですけど、煽り V ではまあ、サクラバとかね、グレーシーの、VTR なんかも、青木選手とかの VTR なんかも出たんですけど、まあ、青木選手かサクラバ選手かって言ったらサクラバ選手タイプですよね。青木選手は結構きっちり、まあ、几帳面にというか、一個ずつ固めて、逃げ場なくして決めちゃう感じなんですけど、サクラバ選手は結構バシッと取っちゃう感じですよね。結構リスクがサクラバ選手多いと思うんですけど、ただまあやっぱり何ですかね、 UWF 系というか、お互い攻撃して、攻撃のスピードとか的確さが高い方が決めちゃうっていう、まあもしかするとちょっとまあリスクが高い攻撃かもしれないですけど、まあ何ですかね、ただ桜庭選手って技術っていうよりなんかその気の強さみたいなのがあの根っこにあるところが全ての根底なような気がするんで、伊沢先生も選手もそういうところを感じますね。まあ元気というか、なんか怖さを知らないというかですね、怖いもの知らずなところですよね。普通最初の、まあ、三角に近い体勢に入った時にですね、その後どうしてもちょっと恐怖感というか守りの方に意識いっちゃうんですよね、普通の人だと。ただそこをなんていうか恐れずに攻めの方に行くっていうその思考ですね、その守りに入らない、むしろピンチの時に攻められるっていうその姿勢が結構すごいですね。まあ今までもその攻撃的な、攻撃は最大の防御っていうようなスタイルで戦ってきたんですけど、こういうピンチにあってもそれができるっていうところが、まあ波の人じゃないというか、まあ言い方悪いかもしれないですけど、ちょっと一個ネジが外れてる感じですよね。それがもしかしたら強さの秘密であり、逆に対戦相手としたら、まあそこの何て言うんですかね、ちょっと守りの意識ないところが付け入れすぎかなっていう気もしないでもないですね。そういうのをうまく利用して疲れさせて判定狙っちゃうとか、ちょっと戦い方としてはすっきりしないかもしれないですけど、ちょっとそういうずるい戦い方すれば伊沢選手に勝つ方法はあるかなっていう感じしますね。だから今後まあ浜崎選手とかまたやるチャンスがあるかもしれないですけど、そういう時にまあ老快さっていうかですね、伊沢選手は結構下になるパターンが多いんで、まあ抑え込みなんかを利用してですね、判定勝ち狙うとか、そういう勝ち方はあり得るかなっていう気はしますね。ということで、まあ、伊沢聖火選手の、まあ、思考回路から来る、まあ、強さっていうかですね、そこら辺が良かったなと思いますね。で、まあ、ラーラ・フォントーラ選手も、まあ、ああいうなんか決めの、まあ、短時間しか見れなかったですけど、相当決めが強いんじゃないかなと思うんで、他のライジンの選手であの人に勝てる人って案外いないような気がしますね。それぐらいやっぱり強い選手だと思うんで、今後も上がってもらいたいですね。
でこの人に限らず、まあ、ちょっと話あの別の試合になっちゃうんですけど、アナスタシア・スベキスカさん、スベキスカ選手ですかね、ウクライナの選手、この選手もすごい良かったですね。まあ、レイナ選手の1ラウンドは打撃食らっちゃって、まあ、ダウンみたいな感じになるんですけど、まあ、その後の、まあ、向かっていく姿勢とかですね、あの打撃のコンビネーションとかで寝技も、まあ、下からの寝技できるような感じだったんで、まあ、この選手相当強くなるなっていう感じはしましたね。で、まあ、そうですね、メインの伊沢選手対ダーラ・フォントーラ選手の試合、まあ、これがやっぱり今回の MVP というか、うん、一番良かった試合ですね。で浜崎選手対ジェシカ・アギラ選手、まあ、ジェシカ・アギラ選手も久々の試合で、まあ、年齢もそこそこいってて、まあ、まだ未だに現役バリバリの浜崎選手にはちょっとついていけなかったかなという感じもするんで、まあ、あとは浜崎選手が、ね、タックル見せたりとかちょっと新しい武器も磨いてるなという感じしたんで、まあ、次伊沢選手とやる機会があれば、うん、また違った試合になりそうな気がしますね。ただまあ次の試合はパクシウ選手との戦いになりそうですね。浜崎対パクシウ、伊沢対レイナっていう、まあ、これも結構いい試合ですね、うん、面白い試合になると思うんで。であとの、まあ、トーナメントとして朝倉環奈でパクシウ、まあ、朝倉環奈選手は、まあ、いつも通りのタックルでっていう感じなんですけど、まあ、当然パクシウは、まあ、そう来るだろうって思いますよね。それタックル切って、あとはタックル反対に入れないように、まあ、前蹴りとかアッパーとか、うん、結構入りづらくさせる打撃っていうのを、うん、うまくやってましたね。タックルの切り方もうまかったですし、まあ、朝倉環奈選手も、まあ、しつこくは言ってたんですけど、まあ、タックル決めたければ何ですかね、ちょっと打撃もやんなきゃいけなかったですけど、結構まあいい打撃食らっちゃってたんで、うん、まあ冷静じゃいられなくなったのかもしれないですね、うん、まあパクシュー選手が強かったですね。でレイナ選手とアナスタシア・スベキツカ選手、うん、まあアナスタシア選手強かったんですけど、まあ、レイナ選手もいい打撃、うん、決めてましたけど、何ですかね、うん、グラウンド、まあ、打撃っていうことが、まあ、今回のテーマだったみたいですけど、やっぱりレイナ選手の穴は、ね、当然寝技なんで、まあ、結構総合を始めて年数も経ってるんで、まあ、寝技でも勝負できる、うん、ぐらいにはなってほしいし、まあ、もう30いきましたけど、まだまだ、まあ、本腰入れて、まあ、なんていうか引退とかそういうこと言わずに本気になって貪欲に総合に向き合えばまだまだ強くなれると思うんで、それぐらいのつもりで寝技の方にも取り組んでもらいたいなっていう気はしますね。多分今のままだと伊沢選手に勝てないなっていう気はしてます。でその他の試合だとですね、まあトーナメント4試合以外で言いますと、阿部大地選手ですね。阿部大地選手、まあ私パンクラスの時から見せて、で UFC とか上がって、うん、ちょっと勝てなかったんですけど、まあ、ワンとかも上がりましたね。ワンチャンピオンシップも上がったけど、あまり良くなくて。ただ、やっぱりこの、今回の、何ですかね。階級的に言うと、80キロ。まあ、ベルター級よりちょっと重いんですかね。これも80キロっていうのが。でも逆にそれがなんか良かったですね。パンクラス時代の、なんですかね、隙がない感じですね。阿部大地選手は本当ワンチャンス見逃さないっていうか、そんなダラダラした試合する人じゃないんで、緊張感持って、うん、隙を見逃さないっていう試合する選手なんで、本来は、まあ、それを取り戻したかなっていう感じがしますね、うん、だから阿部大地選手、うん、一時もうダメかなっていう感じもしましたけど、よく取り戻したなと思うんで、まあ、ここからですね、うん、まあ格闘人生の第2ラウンド第3ラウンドって感じで、こっから、うん、もう一回勝負してほしいなと思いますね。だからまあせっかくねライジンの舞台得られたんで、ライジンのベルト新しく作ってっていう話もあるんですけど、まあもう一回ね USC とか狙うっていうのも頭の隅っこに置いといてもらいたいなっていう、そんな感じがします。
であとはまあこれも元パンクラスということで中原芳樹選手、うん、中原選手はちょっとパンクラスとかワン時代とは違ってかなりボクシング磨いてきたなって感じがして、まあ朝倉兄弟とかに比べ、まあ打撃が強いんですけど、朝倉兄弟ぐらいの一発で決められるって感じではないですけど、まあコンビネーションとかですね、うん、非常にいい打撃見せてた、パンチ見せてたんで、まあ他のね、さらに上の、試合選手との当たった時にどうなるか、まあ、非常に楽しみですよね。あとその他ですと、まあやっぱり、うん、メインの試合以外で言うと良かった試合がこの武田選手ですね。ジョニーケース対武田選手、まあ試合後のインタビューではジョニーケースなんか肋骨かなんか折れたんじゃないかっていう話ですけど、とはいえ武田選手がまあハワイね、修行行ってはっきり見れた感じしますよね、その上達具合っていうのが。で組んで、まあ日本だとよくシュートのね打倒曲ってよく言われますけど、今の総合はちょっと打倒曲じゃない感じですね。打倒曲っていうのも忘れた方がいいかもしれないですね。要はレスリング選手が倒すっていうところ考えちゃうんですけど、やっぱり今バック回るっていうのが結構大きいですよね。で寝かしてバック回るだけじゃなくて、さっとままバック回るっていうのが一つのポイントな感じがして、まあ私もねその意味っていうのはいまいち分かってないですけど、ただ立ってバック回る動きテクニックですね。でそのバック回るとかなり有利になりますね、うん、そういう動きが武田選手の、まあ、細かい部分で、見れてた感じがするんで、まあジャーマンっていうのはまあ実際はジャーマンじゃなくてもうん、いいと思うんですけど、まあ、バック回っていろんな攻撃あると思うんで、バック回った動き、バック回るっていうところが大きかったですね。で今後もねこのハワイ、で修行するっていう機会もまたあれば、うん、別にねライト級だから勝てないっていうこともないと思うんで、うん、実は他の部分に勝てない理由があったっていう、そんな感じもしますよね。いろいろ総合で勝てる技術があるというのが、うん、分かった感じがしますね。何でしたっけ、武田選手がハワイで、修行行ったクリスチャンリーでしたっけ、クリスチャンリーも確かライト級ですよね。まあそれこそ、うん、アジア系っていう意味では一緒で、それこそフィジカルで優れてるってこともないと思うんですけど、それでもやっぱり世界で戦ってアワンでチャンピオンになってるんで、まあ、そういうのを目の当たりにして武田選手も、うん、勝つ秘訣とかですね、勝つ技術っていうのを学んだような気がします。ということでライジー37の感想をお話しさせてもらいました。ご視聴ありがとうございました。